ということでね。やってまいりました。質問コーナージャックのお時間です。いやー、今回の質問コーナージャック作る方、こちらって言ってね、編集しないので出ません。明らかに、あやののさん、あやのの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 さんですね。はい。あ、ぼけたわけじゃなくてね。で、質問です。で、いくらさんからの質問。最近寒くなってきましたが、風邪とか引いてませんか 体調大丈夫ですか大丈丈夫夫でですすか常に不登校うーんすごい前向きな名前ラッシュデーのおすすめはやっぱりこぶしでラッシュですかね決まったということで今一番食べたいお寿司のネタはやっぱり中トロですかねね真面目に質問するからボケないもう遅いかな 遅かったら残念。将来の夢は何ですかまた、なんでその夢なのですか、まあ、将来の夢は YouTuber ーーですかね。まあ、新しい YouTuber で。まあ、YouTuber って言っても YouTuber っぽい業務的なことはしないで、とにかく、なんつうの、新しいものを作っていく。まあ、最終的に僕がすることは毎日なんか、中身が違うけど同じチャンネルみたいのしたいんですよね。毎日編集の癖とかを変えてったり、 効果音とか BGM を変えたりで登場人物のなんかメイクとかキャラとかもバチボコ変えて企画の方向とかもバコボコ変えてもうよく分からないチャンネルっていうのを僕は作りたいです、えー、私はハーフでジグロで何です何それ美白になりたいアやノちゃんみたいにどうやったらえー、っとね白の,あの絵の具を顔に塗りたくればいいと思います ののの、体張ろうかねうん最強足の小指をタンスにぶつけて俺も一度やってみたかったんでちょっと待ってズボン履いてからやるわこうはい行きまーす小指ぶつけまーすおらどうやってぶつけんねんあ違うんだよぶつかんね あのねー形が変だからぶつかんねえわああじゃあいいよ、まあ、これ叩くわこうやってね全然痛くないってくれのののちゃんのあやのっていう名前の由来って何気になるああまあ僕の名前の由来はじまきをしろっていうのは 簡単に言うと、歯がかっこいいもの。歯。歯を歯国。ワンピースだね。で、自間が。ああ。間が北島三郎さんのね。おー,おーみたいなのが好きなんで、自間つけて。で、今日がプロト今っていう名前だったんで、プロト今の今日。 をつけて、で、しっていうのが本名に、領事っていうのが、領事の字が武士の死って書くんですよ。死って書くんで、死って書くから、それで今日で、ロウっていうのが清志郎さんが好きで、清志郎さんのロウを取ったけど、文字変換間違えて朗読のロウになりました。えー、なんでそんなパッチリ二重なの お、パッチリだ。パッチリかな奥二重かなまあ、なんでかって。それはな、生まれ持ったものや。なあ、何も変えられへんねん。二重っていうのは。うん。しょうがない。うん。なんでパッチリなのっていうのは、神様に聞いてください。つまんねえな。YouTuber で家族作ってください。父、母、兄、姉、弟、妹、おじいちゃん、おばあちゃん。 クソ、クソめんどくせえな。バガめんどくせえな、この質問。いや、やっぱ有名 YouTuber の質問ってバガめんどくせえな。いや、ゴミめんどくせえ。やば。父。父はあれでしょ、やっぱ。あゆえは700でしょ。母があっちゃんねるでしょ。でお兄ちゃんがもときちゃんでしょ。で姉があれじゃない 姉が無許可リツイート女でしょ。で、弟があの、ブラック・ラファエルの、ミスター・ケンの弟。で、妹があるじゃないニューニョニョで、おじいちゃんがあれでしょ、キシリトールで、おばあちゃんがマリオ。で、朝早く起きるためにはどうすればいいですかいい質問だね。いや、このね、初めちゃんが使ってるライデンっていうのはね、これ使うんです。これね。 こういう、でかい音が出る。このでかい音が出せるから、これ。でも、まあ、俺の場合は、その最初の3回しかこれで起きれませんでした。はい。そんなね、こんな、こいつそんなにうるさくないんですよ。あ、でもこういうのアパートとかで使うと多分ね、あのー、対処手続きみたいなのになるんで気をつけてください。受験生の、えー、なんでそんなにのが多いののののののの、なんでのが多いのか。 知らねえよ、そんな。受験生の方に向けて、えー、ひと言ください。はい。えー、のの数って何か関係あるのねえや。俳優さんで一番誰が好き大泉洋。あの、あのののの、あやのののの,の卒アル、見てみたい。これですかね。これですね、卒アル。 わかるかなうん、これだな、そつあれは。こういうね、両開きのものが近くにあったんで。う、えーん、ゲップした。やっぱり地元や大学じゃ有名人。有名人じゃねえ。何言ってんだよ。大変 YouTuber だぞ。友達ゼロ人。シャムさんの力によって俺は友達ゼロにしてた。パクパクパク、おにぎりおいしい。 レディオリー。あやのさん、将来の夢、あやさっき言った。あや<ー>のさん、おはようございます。彼氏がいてドライブにいたらどんな車に乗れますかハイウェイスター将来の夢ってあるのこのままずっと YouTube だけで生きていくのずっと YouTube だけでく生きて、生きて、生きていきたいけどね。撮ってんだよ えーっと、あやなのさん、いつから化粧始めたんですかまだ始めてません。イコラブって何ですかイボラブなら知ってます。イボに恋する物語。一人ぐらい寂しいですか一人じゃないです親。親と一緒に暮らしてます。ノッティ、一言で言ったら。ねえそれノッティはノッティやろがい。フェス頑張ったね。え、俺ユーフェス出れんの やったー u s 出るうま、んえー、いでございます。他の YouTuber とさんとコラボする予定はないです朝は何時に起きますか朝は11時50分くらいです。えー、久しぶりに前髪結んで動画撮ってください。最初にやるやつやん。 え最初にやるやつを…の見えへんはこれえー、はい、え、のって朝はパンですかご飯ですかはい、えー、朝ご飯ご飯ですね。はい、高校までに経験しておいた方がいいことは何ですか,か高校まで経験しておいた方がいいこと。死の直前の恐怖、つけてみそ。 何言っとんじゃんお前。えー、漢字、漢字ケヤキと、ひらがなケヤキのおしめは何やそれ聞いたことねえということで、無視、えー、付き合いたい YouTuber は。うわ、痛い,い有名な人がいいですね。はい、有名な、ヒカキンさんと付き合いたい。ヒカキンさんと付き合って、 目指してくれよー俺こんなに面白いんだからさー <laughs>、えー、ということで、えー、あの,ののののののおすすめ漫画は何ですかえー、ジョジョリオンですね。行ってみたい国はありますかあー、行ってみたい国はどこだろうなーやっぱ北海道っすねー。あー、嘘だよ。嘘だよ。 どこ行ってみようかな。まあ美味しい食べ物があるところに行きたい。衛星がね。日本にね。アメリカを経由して日本に行きたいです。まあ一応アメリカに行ったりとかハワイに行ったり経由すれば、一応日本は外国になるんで。行ってみたい国は日本ですね。日本のうめえとこ、東京に行きたい。東京に行きたい。田舎と東京じゃない。別世界なんじゃ多い。東京に行きたい。東京でうまいもんを食いたい。 嫉妬に嘘告嫉妬さーん付き合ってください付き合ってください嘘でーすこれでいいかな一番好きなひらがなは何ですか一番好きなひらがな書いた方がいいのかなあマジックペンねないボケられないよあ,あったマジックペン、まあ、やっぱ一番好きなひらがな 難しい質問ですね。はい。まあ、3、2、1, 1! よくわかんない文字。良い子のいいですね。え、こうこう逆か。もしかして逆になってんのかあ、いいのか。これだよみんな。あ、やばい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 。手相、手相がバレる。えー、YouTube やっててよかったなってことは。 あ友達がいなくなりました、えー。おすすめのロックバンドはザ・ハイローズ。えー、高松かねちゃんを知ったきっかけは、えー、知ったきっかけないです。この世の中で一番愛しているものはビーフ・オン・ザ・ニック・ウィズ・ステーキ、えー、パックでどんな頻度ですればいいですか毎秒、えー、化粧水パックしてますかしてません、えー。自分史上最高のブリッコ ぶりっこまで321ちょっと待ってくれよ今一時停止してドンってやろうと思ったら一時停止中にぶりっこのままにしちゃったマジで恥ずかしいから2 1 3ンスリあどあのしゃぶったあみちゃんがあのあのしゃぶったあみちゃんが アミちゃんが落ちちゃったんですけどよかったらどうですかい,いやめようまじで悲しくなるからな、えー、恋愛相談です2人で映画見に行ったりして仲良い男友達がいいんだけど最近仲いいっていうより好きになって気がしますおとなしくこの関係でいた方がいいかなあのー、ナイフで落として付き合い、えー、早口言葉かまずに参加るあやののの

知名度、金、橋、家ですね。うん、家住んでるところ、ね、知名度と金があっても家がなかったら嫌なんで、うん、当然ですよしれっとズボン脱ぐやつめっちゃ動画長くなってんじゃんじゃあ後編に移します。